酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1986年にエニックスがファミリーコンピュータ向けに発売したドラゴンクエストです。ファミリーコンピュータですね。でここはロゴが入ってたり、あこっちは同じなんですね。まあいいや、あとこれか、はい、という感じになってます。でまず表面、まあタイトルロゴと、まあ、鳥山先生の絵というシンプルな構成で、ドラゴンクエストとかなんかドラゴンをなんか探求するみたいな感じだと思うんですけど、もういきなり出会っちゃったみたいな、ね、感じの絵です。わかりやすいですよね。であとこの側面にですね、ちょっと見ていただくとですね、まあシナリオ堀裕二、モンスターデザイン鳥山明、プログラムチューンソフト、音楽杉山浩一っていうのがもうこの時点でこうアピールしてあるんですよね。であと裏面についていくと、ドラゴンクエスト、まあロゴとキャッチがあって、画面写真4枚だとスターキメラかな、で説明文があるような作りです。で説明文読んでいきましょうか。邪悪な竜の化身が支配するアレフガルド、あなたは伝説の勇者ロトの生まれ変わりとなって広大なアレフガルドを大冒険、ある時は怪物たちと戦い、またある時は城や町で人々と話し、魔の竜を倒すため旅を続けます。登場人物はなんと100人以上、そしていろんな個性を持つ多くの怪物たち。100人以上っていうのは、あの町の人たちのことですかね。でドラゴンクエストの世界はあなたをきっと魅了することでしょう。さああなたの旅は今始まったのです、ということで、そうですね、まあ銃を倒すために旅を続けるし、登場人物がいっぱいいるし、怪物がいっぱい出るよっていう、しっかり説明されてたんですね最初から、でもちょっとすごいなと思うのが、まあさっきのここの、まあ人物アピールもそうなんですけど、このロゴの下にね、超本格大冒険ロールプレイングゲームって書いてあるんですよ。ね。もう一作目から超本格って名乗ってたのがすごいと思います。以上、さきかんでした。